オーベルの難民を無事にここまで護送できたのはあなたたちのおかげです。何もお礼ができずに本当に申し訳ございません。ここからの旅の無事を祈ってます。では。待て、待つんだ。お、何ですか？いや、君はこの後どうするつもりなんだ？ノープランです。そんなバカな。軍もクビになっています。今は何のしがらみもない身分、なんとかなると思います。待ってくれミスターヒース、何もそう急がなくとも。それともどこか行くあてが？いえ、何も。おいおい、それなら別に焦って俺たちと別れる必要もねえだろうが。あなたたちはいい人です。底抜けにお人よしで、本当に自分の俺のことを心配してくれてんのは分かってます。だからこそ俺はこれ以上甘えちゃいけねえ。今回のことだって本当は俺たちの手だけで何とかしなきゃなんなかったんだ。これ以上よそ様に面倒かけたら俺がボスに叱られるぜ。つまりお前さん、この先まだ面倒なことをする予定があるということかの？お前はあの女艦長のことをボスと呼び続けた。つまりまだお前の任務は終わっちゃいねえ。違うか？かなわねえな。察するに、お前はあの難民を送り届けたら何としても母艦に戻らなきゃならない。違うか？あなたの言う通りです。でもリカルドさんが考えてるような理由ではありません。何？リカルドさん、あなたは自分が任務終了後の帰還命令を受けていると思っているでしょ？違うのか？自分が受けた命令は、戦災難民を安全な場所まで送り届けたら、ほとぼりが冷めるまで隠れろです。艦に戻れなんて命令は受けていません。それならばなぜ？俺は戦闘艦イザベルの乗組員です。ボスの部下です。俺がボスの力になりたいから帰るんです。うちのボスはめちゃくちゃやる人ですが、とにかく命を大事にする人です。めちゃくちゃやって命を大事にするだけの実力がある人です。めちゃくちゃ怖くて自分にも部下にも厳しいですが、人として間違ったことだけは絶対にしない人です。そんなにいろいろめちゃくちゃなのか？今ラーザ軍は攻勢を強めています。難癖をつけ民間人を虐殺する命令を出した上、それに違反した奴が出たなんて、ラーザ本性が知れば大スキャンダルです。ラーザ軍は今イザベルを血眼で探し回ってるはず。俺はボスが正しいことを貫く力になるためにイザベルに帰らなきゃならないんです。そこにどこの馬の骨ともわからねえ俺たちがのこのこ戦闘艦で乗りつければ、後々面倒は大きくなると。言い方は悪いですが、そういうことです。機関が蒸気を逸した高性能であることは分かりました。だからこそあなたたちが万が一にもラーザやオーベルと敵対するようなことになってほしくないんです。心意気は分かるんじゃが、それにしても不器用が過ぎるの。まったくだ。今のミスターヒースは軍人ではないのだろう。ならば民間人らしく必要な助けは得ようとするべきだと思うが。いや、それはでも。私は君が守り抜いたリカントロープの少年と約束した。この爪と牙にかけてヒース、君を見捨てず力になること、君が困難を抱えていることを知りながらそれを見捨ててはあの少年との約束を守れない。私が立てた爪と牙の誓いを果たさせてはもらえないか？いいのか？好きにしろ。
どうせこうなると思ってたからな。舵取りはきっちりやるさ。本当にあんたたちはありがてえな。それじゃああとほんの少しだけ力を貸してもらってよろしいでしょうか。なんだ。聖剣を乗り回しても問題ない交通艦を借りられるかもしれない当てが一つだけあります。そこへ交渉に向かうため力を貸してもらえませんか。頼れる人物がおるのか。どんな相手なんじゃ。昔の個人的な知り合いです。手広く商売をやっていて、ギブアンドテイクが成立すれば力を貸してもらえるかと。ギブアンドテイク、つまり金銭ということか。金銭のことであなたたちに迷惑をかけるつもりはありません。なんというか手広く商売しているということは、つまり柄のいい相手ではないんです。そのせいでうちのボスやラーザ軍とは相性がよくありません。もったいぶるな。そいつらはどんな奴らなんだ。自分がラーザ軍に入る前に関わりのあった海賊一家です。海賊。そして恐ろしいことに、この海賊一家の頭目はスターダストバザールの評議員も務めています。陰に陽に影響力の強いフィクサー、海賊ローズ一家。そこに話をつけるためにあなたたちの力を借りたいんです。